県は先ほど開いた会見で去年以降県内に住む実0歳未満と10代の2人が新型コロナに感染して死亡していたことを明らかにしました新型コロナ関連での死亡者の中で10代以下の公表は初めてです2人にワクチン接種歴はなく実0歳未満の患者には基礎疾患があったということです 2人の性別や死亡の日などの詳細について、県は遺族に配慮するとして公表していません。亡くなった2人について、県はこれまで一切の情報を非公開としていましたが、専門家などから若年者の死亡について注意喚起する必要があると助言があったことを受け、公表に踏み切ったということです。その上で、県は改めて感染対策の徹底やワクチンの接種を呼びかけています。